マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは今年の夏こそは絶対に痩せるぞと思って頑張っていた割にはなかなか痩せなかったなって、もう夏も終わるし、今年もダイエット無理かもなんて諦めていませんか？そんなあなたへ今から効率よく痩せる方法をお伝えしていきます。もし今年中には絶対痩せるぞと思っていらっしゃるようであれば、最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、代謝を上げて効率よく痩せるダイエット法について今から詳しくお伝えしていきます。動画の内容、痩せるポイントはこちら2つです。1つ目、秋から冬にかけてがダイエットに最適な季節。2つ目、植物性タンパク質がダイエットの鍵になります。では1つ目の項目です。秋から冬にかけてが実はダイエットに一番最適な季節。この季節をうまくですね、利用して効率的に痩せていきましょうというお話です。その理由はこちらです。秋から冬にかけてはご自身の体温よりも気温の方が低くなってきますよね。そうすると体温を下げないように、それだけで基礎代謝がね、上がるというデータがあるんです。なので夏は体温と気温の差がそこまでありませんから、エネルギー消費量が少ないんですけれども、これから秋から冬にかけてはこのエネルギー消費をどんどん増やしていくことができるんですよ。そして2つ目の項目です。植物性タンパク質を上手にとって痩せましょうという項目なんですけれども、まずダイエットというと皆様、今までの食事の量をちょっと減らしてみたり、お野菜ばっかり食べてみたり、そういったね、タンパク質不足に陥ってしまって結果栄養不足になって、ね、しまう方が多いんですよね。そうすると逆効果なんです。やはりしっかりとタンパク質を摂ることでご自身の筋肉量を増やして、そして結果代謝を上げる必要がある。その材料がタンパク質で、もちろんね、動物性、お肉であったり乳製品などのタンパク質もいいんですけれども、実はこの植物性タンパク質を摂ると筋肉量が増加しやすく、また体脂肪率が減少していたっていうね、データが出ていますから、私たち特に女性はタンパク質不足と言われていますので、この植物性タンパク質をしっかりとっていくことっていうのがね、とっても重要になってくるんです。そこで植物性タンパク質を摂るのに一押しなのがこちら、納豆になります。植物性ですが、やはり大豆製品ということになるんですよね。で、特に大豆製品の中でも納豆は発酵したものなので一石二鳥です。なぜかというと、発酵している食品というのは消化にですね、蓋をかけませんので、もう発酵している状態で体の中に入るわけですから、胃や腸に、ね、蓋をかけない。で、プラス納豆というのは熱や胃酸に強いので、生きたまま腸内に届いてくれるっていう、これもうね、一石三鳥もある素晴らしい植物性のタンパク質になりますから、ぜひ召し上がってみてくださいね。ということで、納豆のまとめは発酵しているから、そして腸内環境を整えて痩せ菌を増やすから、で、熱に強い、生きたまま届くでしたね。そして脂肪燃焼効果があったり、脂肪の蓄積を抑えてくれます。で、また女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをするイソフラボンも豊富ですから、脂肪燃焼効果や悪玉コレステロールを抑えてくれたり、代謝を上げてくれたり、そういったね、働きも担ってくれますから、もう本当にね、もう女性の味方ということになります。あと太るもと、血糖値の急上昇も抑えてくれますし、また食欲をね、結果抑えてくれる効果もあるんですよ。そしてこの納豆のおすすめの食べ方なんですけれども、1日目安は1パック、できれば国産大豆の無添加のタレ、もしくはそういった添付された化学調味料が入ったタレはもう使わずに、私はどうしてるかと言いますと、手作りの塩麹とあと純リンゴ酢をですね、入れてよく混ぜて美味しくいただいてます。で、ポイントはですね、朝召し上がってください。朝召し上がっていただく方が痩せる効果は高くなります。ただ夜に食べますと、この美容効果も上がりますから、必要な方は朝と夜に納豆1パックずつ召し上がるのもすっごくね、おすすめですよ。
さあいかがだったでしょうか。まとめますと、秋から冬にかけてが実は基礎代謝が上がる最もダイエットに適した時期なので、この季節に上手にうまく乗ってきれいに痩せていきましょうです。でそのためには大豆製品ですね、植物性タンパク質、私の一押しは納豆を朝に食べていただきますとダイエット効果がアップしますので、ぜひ今すぐ取り組んでみてください。この動画の内容は以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。